はい、それではですね、スリーピングフィッシュのダラダラライブですね、2018年、11月29日、朝3時45分ですね、お回ったところでございます。開始していきたいと思います。サブタイトルがですね、DJI 11月28日の発表会、オズモのオッズが一番高いということで、まあ相変わらずこのタイトルはですね、ダサいんですけれども、始めていこうかなというふうに思います。チャットの方だけ出しておこうかな。よいしょ。はい。まあ、多分今日はほとんど見ておられる方はいないかなというふうに思いますけれどもですね、一応普段はですね、週末日曜日の夜21時30分から、ドローンをメインにしたライブをやっております。今回はですね、 DJI の発表が本日の、ね、朝4時からスタートするということで、普段とはちょっと変わった形式ですけれども、ライブ配信していこうかなということで、普段はドローン雑談ですけれども、これはダラダラライブということで、まあ不定期なゲリラライブの方はこのライブというふうになっております。あ、サラクールさん、総長さん、あ、総長さん、ハイサーイということですね。沖縄満喫しておられますでしょうか。サラクールさん、おはようございますということで、おはようございます。朝早くからですけどね、朝早くと言っていいのかよくわかんない時間帯ですけれども、ご参加いただきありがとうございます。一応今日はですね、多分参加人数も少ないということで、ライブの方がですね、30分で切れると思うんですね。ただ、切れてもですね、再度繰り返しやっていきますので、DJI の配信が終了、ライブがですね、発表会が終了するまではやっていく予定をしていますので、まあ、お付き合いいただけたらなというふうに思います。一応3時からということで、小鳥さん、ゴンデニューコインありがとうございます。多分ね、今日はメンバーこんだけだと思います。サラクールさんと、総長さんのみかなというふうに思っております。で、発表会のスタートまで約12分程度というところなので、早速ですけれどもですね、ちょこっとだけ、振り返るというか、今出ているね、リーク情報とか、ちょっとまとめきれてない部分もあるんですけれども、確認しておこうかなというふうに思います。はい、言わずもがなですけれども、オモズモポケットが出ることはもうほぼほぼ確定なのかなというふうに思っております。まあ、これに関してはね、もうリーク情報がもうダダ漏れ状態という形で、まあ、正直、発表会のデザーの映像もね、出てたりとか、実はもう開封しておられる方の映像も上がっていたので、もう、確実かなというふうに思います。まあ、そうは言いつつですね、一応、内容だけ確認しておくと、どうもですね、センサーは 2.3 分の1の CMOS センサー、875mAh の 7.7V のバッテリー搭載で、ビデオの解像度がですね、4K の60フレームが最大で、1080p であれば120フレームまでいけるという形になっているものが、まあ、出るのかなといったところです。ただね、まあ、話的に言うと、本当は1インチサイズ、取れるっぽいんです。1インチがあるといいんですけれども、まあ、今回 2.3 分の1ということの CMOS センサーということで、結構がっかりしている声が多い。ですけれども、あ、ソートさん、4K60 フレーム作れるじゃんということで、ね、作れるんですよ。多分ね、ズームでも、全部いけると思うんですけど、あとはまあ処理の問題等々あるのでね、まあいろいろどうなのかなっていうところがあるんで、だから、アプリのテコ入れでね、Mavic 2 Pro とか、ズームとかもね、多分 4K60 フレいけるというふうに思うんですけれども、まあそこら辺はちょっとね、ファントムが、の優位性というか、という一つの長所という部分もあるので、そこら辺は超えないのかなっていうところがあって、ファントム4がね、5になって、
まあちょっとジャンルが変わってきたら60フレーム解放されるかもしれないっていう感じかもしれないですね。で、話戻って、オズモポケットの方なんですけれども、よくよく考えてみると、この 2.3 分の1 CMOS センサーっていうのは、オズモプラス、まあ、オズモプラスが前の世代かというと、ちょっとカテゴライズが変わっちゃったので、なんとも言えないところはあるんですけれども、まあ、それと同じセンサーのサイズであると。で、前はですね、確か 4K30 フレか24フレ、どっちかだけだったような気、30フレかなだけだったと思うんですけども、今回まあ60フレに増えているということで、まあ、それだけでもね、なかなかね、まあ、一つは、サイズダウンしている、今回のね、オズモポケットで、オズモプラスから考えると、まあ、ズームがないのでね、単純に比較はできないですけれども、サイズダウンしているっていうことを考えると、まあ、いいのかなっていうのと、あと、オズモプラスで実装されてなかった、アクティブトラック等々がですね、今回から導入されているっぽいので、まあ、そこら辺はね、まあ、順当進化しているのかなと。今まで、オズモプラスが出た時は、インスパ1とかの技術が、地上に降りてきたって感じだったのが、今回から、まあ、マビックとかマビック2とかの、いろんなこう、アクティブトラックとか色線のがアップしたものの、まあ、フィードバックが今回はオズモポケットになったのかなという雰囲気かなというふうに思っております。沖縄歩きながら、そうちさん、ポケットを持ち歩いてる姿を想像しました。ということでね、なかなかね、もしね、これ単独で使えるんであればね、オズモモバイルよりか僕は個人的にはいいのかなっていうふうに思ってたりします。スマホで撮るっていうのもね、結構意外とオズモモバイル、そうですね、オズモモバイルの後継なら進化ですねってことですね。オズモモバイルっていうのはやっぱスマホを使うっていう制約があるっていうのが一つのネック事項なんですね。で、っていうのは、まあ、出先で撮影するのにスマホでは確かにいいんだけれども、その時スマホが使えないっていうのもあるっていうのと、あと、スマホの電池を送っちゃうっていうのもあったりとかして、必ずしもスマホの映像がいいとは限らないっていうのもあるんですね。スマホの性能はね、千差万別なのでね。なので、このことを考えると、今回、まあ、オズモポケットっていうのは、DJI をしのごの擁護するとかそういう気はないんですけれども、まあカテゴライズとしてはありなのかなっていう気がしております。ソチさん、今回アクションカムとドローンばかり撮影して iPhone ほとんど撮ってないですね、ということですね。まあ結局ね、撮影がっつりやろうと思うと、スマホでなかなか撮るってことはないのかなっていう気がしています。僕もね、意識しないと忘れちゃうことの方が多くて、極力撮影に行った時には、当然ね、ドローンとかアクションカムで撮るんですけれども、最初のロケ班はスマホを持ち歩いて、歩き回った時に スマホでパシャパシャ撮って、ロケ班してみたいなことやって、記録は残すようにしてますけど、そういう風にしないとね、なかなかスマホなんて言い方はダメですけど、スマホで撮影するっていうのはないかなっていう風に思ってます。で、ちょっとね、気になるところの価格帯。ソチさん、GoPro を首に下げて撮ればよく撮れるので、全然ね、アクション、ヒーロー7になってからね、安定しているので、もう首下げでも全然 OK かなというところですね。オズモポケットなんですけど、で、リークしている情報なんかに言いますと、まあ、399ドル。というふうに出ています。まあ、これがね、本当か嘘かっていうのはまずちょっと、まだわかんないところですけれども、ただ、まあ、一つはこれ、僕は個人的にはこの価格帯はいい線なのかなっていうふうに思っています。というのもですね、まあ、GoPro 7 Black がまあ5万円ぐらいだというふうにあるので、そこら辺がまあ対抗馬というところだと思うので、そこを切り崩しにかかってくるということを考えると、まあ5万円を切ってくる価格、まあ日本国内なら多分4万5千円前後ぐらい、まあ4万で、切ってくれればね、最高なのかなっていうところかなっていうふうに思っています。ソートさん、39,800 ならいいですね。そうです。間違いなく39,800円なら、ありがたいところかなっていうふうに思っています。まあ、ただ、順当にいけば、4万5、6000、まあ、5万切るぐらいなのかなっていうふうには思っています。はい。
まあ、残り4分を切っていますけど、まあ、もうちょっと進めていきますね。で、一応予定としては、一応、オズモの代替機として出るというふうに思っているので、前回オズモがまあ7、8万だったので、今回はね、一応資金としては、軍資金としては7万ぐらい用意しております。なので、まあ、それ以内で収まれれば最高ですし、もしサプライズがあってね、オズモポケットよりもサプライズがいいものがあればね、そちらで、やっていこうかなというところでございます。はい。さてさてさて、続いてなんですけれども、じゃあ、あと、まあ、オズモポケットに、まあ、事前リーク情報で欲しいものとしてはですね、GoPro 互換マウントと三脚ネジ穴、独自マウントはやめてねっていうところがね、気になるところかなっていうぐらいですね。まあ、ここら辺はちょっと雑談として挙げたところなんで、まあ、いいとして、かなというところですね。はい。で、まあ、それだけで終わるのかというところですね。終わるのですかというところなんですけれども、まあ、今回、発表時間が2時間という枠があります。で、過去の事例からいくと、この2時間という枠であれば、通常は2商品から3個ですね。商品が出るのが DJI なんですけれども、まあ、ちょっとね、必ずしもそれは、絶対ではないので、どうなるかはわかんない。総長さん、3月の展示会で今回の話を聞いていましたが、年間リリースで決まっていたのでしょうかね。だと思います。で、総長さんのお話でいくと、秋口だったと思うので、まあ、それが結構、マビックとかの兼ね合いで伸びたのかな。で、この時期に、まあ、とりあえずぶっ込んできたっていうのがあって、で、まあ、2時間あるんですけれども、じゃあこのままで終わるのかっていうとこなんですけれども、じゃあ他に可能性のあるものとして何があるのかっていうとこなんですけれども、まずはスパークですね。まあ、発売そこそこ経っているっていうところ。まあ、で、もう一個はマビックエア。まあ、これに関してはまだ1年経っていないっていうところがあるので、もう少し穴としては無理かなと。で、続いて、インスパイア3。まあ、インスパイア2が出てそこそこ経っているっていうのと、インスパ1が一応も製造が終わっているということで、可能性としてはあるかなと。で、ファントム5。まあ、これに関しては、年内厳しいかなという個人的な見解はあるんですけれども、まあ、年明けには出るだろうと言われているので、それのプレビューが出てもおかしくないのかなっていうところ。で、農業散布、農業の農薬散布用の MG1 の後継機である MG2 ですね。これに関しては、一部デザーの、映像、写真が出てて、ディザーか、出てて、12月4日にはリリースされるという話なので、もしかしたらこれの話も、ね、あるのかな、というところ。で、サークルさん、オズモポケットだけの発表だとは考えにくいですよね、って、そうですよね。で、ソチさん、エアテロ、オズモモバイル2のクリスマスセール安くなってますねって。なので、オズモモバイル2とエアが安くなっているっていうことを考えると、エアもあながちないのわけではないのかなと。で、あとはマトリスの600シリーズですね。こいつ長いこと出ているんですけど、これのアップデートがなってないっていうのと、あと大穴でオズモポケットのプロとズーム版が出てくれたら個人的には嬉しいかな、なんていうふうに思っております。個人的にはこのね、オズモポケットプロとズームはね、個人的にですけどね、欲しいところです。ハッセルのプロ版ですね、ポケット。で、値段的には、まあ、3万強ぐらい。2万から3万強ぐらい。で、さっきのが4万5千円だったら、ノーマルが4万5千円だったら、まあ、6万から7万ぐらい。で、ハッセルの1インチセンサーを積んだ、オズモポケット。でが、オズモポケットプロとしてリリースするっていうのがね、あると個人的には嬉しいなというふうに思っております。はい。といったところでですね、そろそろ、いい感じですね。10秒前です。13秒前ですね。発表会がスタートするというところでございます。
お相撲ポケット出ましたね。ちょっと待ってくださいね。44,900円で出ております。とりあえずね、ちょっとお待ちくださいね。コメント来てますね。早すぎるだろうということと、発表前にあげるのはね、ということなんですけれども、はい。ですね。価格としては 44,900円。まあ、リーク情報そのままかなといったところですね。スペックについても。はい。4K60 フレームとインテリジェントな撮影機能、メカニカルスタビライザーと携帯しやすいと。あと、最大稼働時間が140分というふうになっているので、これに関してはすごくいいことなのかなというところですね。はい。あら、なんかね、そうですね。拡張セットとかが出てますね。で、拡張セットで、今のところ拡張セットがですね、入荷待ちというような状態になってますね。今ちょっとね、情報確認してるんですけれども、発表会のページがないんすよね。そうなんですよ。肝心の発表会のページがどっか行っちゃって、あら？
ちょっとお待ちくださいね。発表会のページが飛んじゃいましたね。まあ、とりあえず、ちょっと発表会のページを見る前に、というとこなんですけれども、2.3 インチの80度の広角 FOV、さらに絞り F2.0 の絞り値を搭載しているのは、圧倒努力ほどの再現性の写真、スナップ、または100メガビットパーセックの 4K60 フレームの動画。4K60 フレーム、100メガビットパーセックで、やっぱ、ズーム準拠の、レンズと考えた方がいいかな、というところですね。まあ、ズームはしないですけどね。と肝心な発表会のページが飛んじゃいましたけど、まあまあまあ置いときましょうか。で、FPV モードをアクティブトラック、まあこれはいいですね。なかなかアクティブトラック自体はすごくいいのかなっていう。3×3 のパノラマ、モーションプラス、ナイトショット、ここら辺もなかなかいい感じかなというところですね。まあ、見てると ISO とシャッタースピードはいじれるんですけど、EV 値なんで F 値はいじれないって感じですね。F 値は 2.0。総長さん、発送は10日から15日営業みたい。そうですね。っていうのとね、実はですね、もう購入しました。一応購入は完了していて、決済も完了しておりまして、拡張キットと拡張コントロールですね、こちらに関しては一応なんていうんですかね、入荷リマインダーは入れております。なので入ればすぐにわかるかなっていうような状態ですね。ソートさん早ということなんですけど、はい、やっちゃいました。 44,900 円で購入しております。はい。まあ値段的にはですね、なんていうんですかね、基本的にはまあいい意味で、そのままかなというところですけれども、まあどうすかね。あら、絞り、ISO、シャッタースピードなどのカメラパラメータ手動で調整できますということで、絞りもいじれるのかな。で、Dシネライクの動画の撮影も可能ですということになってますね。Dシネライクに対応してくれてるのは、まあ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 、このサイズ。ほんまはね、もうちょっと上のサイズのものを欲しかったと、ね、ルット当てれるようにね、ログ撮影したいところですけど、まあでもね、全然いいかなというところですね。あー、いろいろ出てますね。あー、これ明らかにこの水中防水用ケースですね。延長ロッドも出るのか、あー、なんか微妙。
はい、一応スペックの方も確認していこうかなというふうに思います。カメラのセンサーやっぱり 2.3分の1インチの CMOS センサー、有効画素数は12メガピクセルの 80FOV はですね80ということで、まあちょっと違いはありますけれども、やっぱこのあれですね、ズーム関係に近いような、まあ昔のオズモプラスに近いような形ですね、オズモに近いような形ですね。佐藤さん、延長ロッドとケースも欲しくなりますね。そうですね、延長ロッドとケースちょっと欲しいっちゃ欲しいですね。ただこれ多分ね、なんとなくですけど、サードパーティー製でこのカバーなんていうんですかね、こいつをつけれる、なんていうんですか、延長ロッド出そうな気がしますけどね。これと同じような機構の。特にこの延長ロッドっていうのは、この多分、見てると、まあちょっと詳細はまだわかんないですけど、特別な機構を持ってるような雰囲気ではないので、単純に、延長している、だけなのかなというところなので、まあまあまあ、とりあえずはいいのかなと。あ、このアクセサリーマウンター、これ、GoPro マウントですね。この裏。これ裏ですね。ああ、これありですね。ただ2500円か。これですね。この、カコってペコッとつけるだけのやつに2500円っすよ。まあ、まあ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 、多分これも多分サードパーティー製出る、これがね、サードパーティー製出るん違うんかなっていうふうに、PGY とか多分出すような気がするんですよね。ただ最近 PGY ね、DJI と競合するのはあんま作らないっていうところがあるっちゃあるんでね、微妙なところありますけど。ソチョさん、3.5 ミリアダプター別売りと。ソアラクルさん、アクセサリーも良い値段しません。そうなんですよ。全部良い値段してるなと思って。なので、ちょっとね、というところはありますね。これはもう関係なしだね。ということで、本当はですね、発表会のやる予定だったんですけど、発表会のページがもうどっか行っちゃって、発表会ほんまにあったの?っていう状態ですね。お先に情報が出ちゃうと、なんか微妙なところはありますね。価格は 44,900 円、SD カードは同梱しない。まああれでしょう、そりゃそうですけど、ご入金確認から10日から15日ということで、まあ2週間後ぐらいというところですね。